アルバート・ベーコン・フォールは、ニューメキシコ選出のアメリカ合衆国上院議員で、ウォレン・ハーディング大統領内閣の内務長官。ティーポットド,ドーム事件への関与で、彼の名は悪名高いものになった。フォールは1861年、ケンタッキー州フランクフォートで、父のウィリアム・アル・フォールと母のエドモニア・テイラー・ホールの間に生まれた。フォールは、幼少の時に、テネシー州、 ナッシュビルの学校に通ったが、主に独学であった。11歳の時ホールは、面工場で働き、この早い時期の就労が、彼が生涯苦しんだいくつかの呼吸器官の健康問題の最もあり得る原因となった。これらの病気のために、青年時のホールはより良い気候を求めて、西に向かった。彼は、オクラホマとテキサスに住んだが、最終的には、彼が法律を学んだ。 ニューメキシコ準州のラスクルーセスに居住した。1883年5月7日、ポールはテキサス州クラークスビルでエマガーランド・モーガンと結婚した。夫婦は息子のジョン・ジャック・モーガンとアレクシナ・チェイス、キャロライン・エバー・ハート、ジュエット・エリオットの3人の娘に恵まれた。ジャックと彼の姉妹のキャロラインは1918年に 全土に蔓延したインフルエンザで一週間空けずに死亡した。家族の住居はニューメキシコ州のトゥラロサベースンにあった。法力家はテキサス州エルパソにも今日構えていた。米西戦争の間、ポールは不評部隊の隊長として務めた。著名なニューメキシコのガンマンで牧場主、牛泥棒かつアウトロー、さらには非常勤の連邦保安官代理であった。 オリバー・エイム・リーは、彼の雇用したジム・キリランド・ウィリアム、ビリー・マクニューと共に、アルバート・ジェニングス・ファウンテン失踪事件と名付けられた1896年の、アルバート・ジェニングス・ファウンテン大佐と彼の、息子・ヘンリー失踪と推定された、殺害の疑いが持たれた。彼らはその事件に関して、法執行者のパッド・ギャレットと仲間に追及され、 アラモゴード近くで、ギャレットらと銃撃戦を交え、結果として、カート・カーニー保安官代理が殺された。ギャレットらは撤退し、D は後に、他の法執行者に捕らえられた。彼と友人たちは、アルバート・フォールに弁護され、アルバート・ジェニングス・ファウンテン事件での殺害について、無罪になった。学面通りに受け取ると、これは依頼者を弁護したフォールが単純に腕の良い、 弁護士のように見える。しかし、リーの殺人事件への関与は、フォールの事件への関与と同様、無罪方面が示すよりも深いものであった。ファウンテンは、彼の土地の所有権のために、同じく土地所有者のリーとアルバート・フォールの強大な、ライバルで、彼が雇っていたのは、三流のガンマンのビリー・マクニューとジム・ギリランドであった。ホールはファウンテンを嫌っていたことでよく知られていた。 ホールのオリバー・リーとのつながりは、ホールが刑事事件の間にリーを支援した時に始まった。法的な事項によるホールの違法の支援の継続と、引き換えにリーと彼のガンマンは土地の取得と必要な時にホールに投票する、要有権者を脅迫する両方の目的で、ホールの側についた地元の居住者を襲撃した。1890年代後半までリーは、 地域の他の牧場主から牛を盗み続け、彼の所有と偽るために夜勤を改造した。警察が迫った時には、ポールが法律問題を扱った。しかしファウンテンは、ホールとリーの一等をあまり恐れておらず、法廷ではもちろん政治的な場所でも公然と彼らに立ち向かった。多くの要素が、リーは、ファウンテンの失踪と殺害に関わりがあったことを示していたが、 捜査官たちはホールが作り出した賄賂の聞く地元の裁判の制度に立ち向かわなければならず、そのすべてはある程度ホールによって支配されていた。ファウンテンと彼の息子の遺体は決して発見されることはなく、それは有罪の休憩を妨げた。アルバート・ホールは最終的には犯罪で訴えられた3名の男性すべてを弁護した。彼らはこの事件の主犯のオリバーリー。 ジム・ギリランド、そしてビリー・マクニューで、捜査官は、裁判を続けられるような別の指示を受けることはなかった。マクニューに対する起訴は却下され、リーとギリランドは放免された。何よりも彼らの告発の結末は、そこに、遺体の出ないままに決められた。この裁判に続いて、さらなる法執行官からの干渉のないままに、ホールとリーは横領の悪だくみをしながら彼らの土地を、 再び取り戻した。1879年から1881年の時期、彼は法律の勉強中に教育者として雇われた。彼は1891年に弁護士資格を得て、すぐに開業した。彼は1893年に第三司法区の判事を務めた。1908年、彼は元保安官のパッド・ギャレットの殺害容疑者を弁護した。 ギャレットはアルバート・ジェニングス・ファウンテン殺害の疑惑を追っていた報酬校舎であった。ホールは共和党員として1912年に最初のニューメキシコ選出の合衆国上院議員の一人として選出された。もう一人の上院議員はトーマス・ B ・カトロンで、ホールとカトロンが選挙を確実なものにするために政治的同盟を組んでいたことは広く知られていた。 これに関する議論で、フォールは地元の共和党の標的となり、共和党は、フォールはニューメキシコの修正の実現への努力に何の貢献もしていないと信じて、彼らの指名候補に値しないと断じた。フォールはまた民主党からも激しく嫌われた。1913年、ニューメキシコ知事は、特別選挙を行うことでフォールを失脚させることを狙った新任状への署名を、 意図的に忘れ、ホールはその後に勝利した。1918年の選挙では、最初の辛い難関に直面したにもかかわらず、ホールは当選した。彼は、商務労働省歳出委員会議長を務め、普通選挙権の実現の運動と、アメリカが第一次世界大戦に参入した時の、過激な孤立主義的傾向への支持で知られた。 カトロンが1916年の予備選挙で敗れた後、ホールは唯一の地元の政治の同盟者を失った。しかし、彼が選出されて以来、後に悪名高いオハイオギャングを結成することになる政治家らと親友になり、必然的に彼らは1921年にホールを閣僚の地位に押し上げた。地方の政治家は彼に反対していたであろうときに、 ニューメキシコ居住者内での彼の人気は非常に高かったと言われている。ホールは1921年、ウォレン・ハーディング大統領から内務長官のポストに任命された。着任後すぐに、ハーディングはカリフォルニア州エルクヒルズ、カリフォルニア州ブエナビスタ、ワイオミング州、ティーポットドームのそれぞれの地の合衆国海軍のユデム・ホールの内務省に移管するべく、海軍長官、 エドウィン・デンビを説得した。この最後の地名が一連の汚職事件の名前の由来となっている。その年の後、ホールは二人の友人、マンモス石油会社のハリー・エフ・シンクレアとパンナメリカン、石油運輸会社のエドワード・エルド・ヘニーに、これらの海軍の油田の一部を対応することを許可した。彼は公開競争入札を行わずに対応、決定し、ティーポットドーム事件を引き起こした。 調査によって、ホールに談合と賄賂の罪が発覚し、エドワード・イルド・ヘニーから38万5000ドルが与えられたことが明らかになった。ホールは結果として1年間服役した。彼は職務上の不祥事の結果刑務所に入った最初の閣僚となった。歴史家の間では、ホールが死んだ時に非常に曲がっていたので、 地面にねじ込まなければならなかったというジョークがしばしば使われる。ドヘニーは事件で無罪となっただけではなく、ドヘニーの会社は10万ベイドルの賄賂が同額の未収の負債に変わったためにニューメキシコ州トゥラロサベースンのホールの自宅の担保刑を確保までした。彼は1944年11月30日、テキサス州エルパソで長期間の療養の後に死亡した。 ありがとうございます。